これ北海道第6管内23市町村の市町村長様をご紹介させていただきたいと思います。名前を呼ばれた市町村長の皆様はステージに向かって左側の階段からお上がりになり、東候補とグータッチしていただきたいと思います。代理の方もステージにお上がりください。まずはじめに旭川市長今津博介様、市別市長渡辺英二様、名寄市長加藤武史様、富良野市長北武史様、市幌加内町長細川正弘様、高須町長谷俊夫様、市東神楽町長山本進様、東間町長村椿哲郎様、ピップ町長村中和則様、愛別町長矢部福次郎様、上川町長佐藤義次様、東川町長松岡一郎様、美瑛町長角和博之様、市上富良野町長斉藤茂様、市南富良野町長池部明様、シムカップ村長田中正春様、ワサム町長奥山盛様、県立省庁早坂澄夫様、下川町長谷和幸様、三日町長山口信夫様、
おトイレ副村長佐藤勝様、中川町長石垣聡様、最後に北海道知事鈴木直道様です。それでは23市町村長を代表して旭川市長今津博介様よりご挨拶いただきたいと思います。皆さんこんばんは。ご紹介をいただきました旭川市長の今津博介と申します。今日は上川管内23市町村の町長市長の皆様お集まりの中、若輩者の私がご指名をいただきましたこと、大変恐縮をいたしているところでございます。おそらく先の今日からちょうど一月前の9月26日旭川市長選挙で勝利を果たせていただきましたことへのお礼を、そして一番若い市長ということもありまして皆様に申し述べろということだと思っております。まずは大変恐縮でありますけれども、先般の旭川市長選挙において東先生ご夫妻、後援隊の皆様、そして旭川のみならず上川管内一円の皆様の大きなお力をいただいて旭川市長に当選をさせていただきましたこと、まずは心から感謝申し上げます。ありがとうございます。私の市長選挙はまだ終わっておりません。東先生の勝利をもってこそ今回の選挙戦が終結を迎えると思っております。先ほど鈴木直道知事から大変温かい激励の言葉を頂戴をいたしました。私も就任以来一番先に考えたことは、この旭川に今まで失われていた道政と国政とのつながりをまずしっかりと取り戻していかなければならない。お忙しい中鈴木知事はお時間を取っていただいて、先ほどありましたようなワクチンの問題をはじめ、これから道府がどのように経済を活性化を行っていくのか、ご指導をいただいてまいります。本当に鈴木知事ありがとうございます。私どもは北海道に全ておんぶに抱っこするのではなくて、鈴木知事の進めていくその政策を後押ししていくのも与党とつながる私ども市町村長の役割だと思っています。例えば旭川市では今知事は安心して観光客の皆さんに、道民の皆様に飲食を楽しんでいただきたいとの思いから第三者認証を進めていらっしゃいます。旭川市ではこの知事の政策に独自で上乗せして第三者認証を取った飲食店に限り旭川市では20万円 CO2 センサーをはじめコロナ対策の予算を今回の補正予算で贈呈をさせていただいています。知事の進める政策を後押ししていくこと、これは今までの道北旭川を中心としたこの地域にはなかったことでありました。私たち市町村長全員で鈴木直道知事を支えていくことはまずはお伝えをさせていただきたいと思います。市町村は私たちが頑張っていく、そして道政は
鈴木知事にお世話になっていく。そして皆さん、今度は国政との関わり方です。岸田総理は今回の選挙戦の中で成長と分配というキャッチフレーズを掲げていらっしゃいます。私たち道北がどのように一次産業、そして観光、食、コロナ禍からの復興を成長させていけばいいのでしょうか。誰に伝えていけばよいのでしょうか。そしてその成長の果実を私たちの市町村、医療、福祉、介護、産み育てやすい環境、子育て、さらには国土強靭化をはじめ、どのように分配されるのでしょうか。その差配をするのは紛れもなく東邦芳さんしかいないと思いますけれども、皆さんいかがでございましょうか。何としても東先生には国政に登壇をしていただいて、まさに東から日が昇る太陽のようにこの神川に政治の光を届けていただきたいと思います。今神川が一つになりました。北海道のことは皆さん鈴木名を道さんにお任せしましょう。一緒に頑張っていきます。そして国のことは東邦芳さん、私たちが一つになってこれから5日間皆様と共に最後の最後まで勝利を信じて戦っていくことを心からお誓いを申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。皆さん一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。北海道6区管内23市町村の発展には、この地域に政権与党の国会議員がどうしても必要です。そんな思いを23市町村の代表の皆様と共有させていただきたく、この場を設けさせていただきました。何とぞ皆様のお力で東邦芳を国会に送っていただき、国とのつながりは東邦芳、北海道とのつながりは鈴木直道知事、そして23市町村が一体となって発展していくことをお誓いしたいと思います。鈴木知事、市町村代表の皆様ありがとうございました。テレビ上の皆様はご登壇いただきたいと思います。なおここで会場の皆様には今一度マスクの着用をご確認いただきたいと思います。